二里頭文化図二里頭遺跡一号宮殿の平面図一号宮殿の復元図国投資湖、聖堂主尺二里頭遺跡三期から出土した陶器に刻まれた文字二里頭文化の範囲を示した津二里頭文化は中国の黄賀中流から下流を中心に栄えた新石器時代から聖堂期時代初期にかけての文化であり都市や宮殿を築いた。 印書記と考えられる二里丘文化に先行する。河南省落葉市延縮の二里頭遺跡からその名を取っている。他に現在のところ100近くの二里頭文化の遺跡が発見されている。代表的なものには、落葉市の東から溝遺跡、李遺跡、東馬港遺跡、千県の七里式遺跡、臨場県の倍山遺跡、鄭州市の落立病遺跡、 河南省新密市の新鳥出遺跡などがある。おおよその地理的範囲は、河南省中部、西部の低州市付近の伊賀、落賀、栄賀、南寺川などの流域から、山西省南部の川川下流一帯にかけてであるが、その影響は、上流の潜水省南部や、南の長江中流域にも及んだと見られる。二里頭遺跡は、 今から3800年から3500年前のもので遺跡の時期は4期に分かれている。1、2期は新石器時代で陶器を製造する農耕文明であった。3期、4期は青銅器の本格的使用をまた都市国家が形成していた。その後の研究で、与北地方が川形先小文化と二里頭文化の隣接地帯であることが示され、二里頭文化期には 川形先小文化、竹石文化、二里頭文化の三つの勢力が、甲賀中華流域で定立していたとみられる。また二里岡下早期には、川形先小文化が南下し、西の二里頭文化にとって変わり、二里岡上早期には、東の竹石文化にとって変わった。この水位状況は、死書での夏と因に関する記述との対応が、考えられる。 北京大学の流糸口と女天心は、二里カ文化が早小文化であり、二里頭文化が夏文化であると推定した。また、中国高校学会は一期から三期までは拡大期で四期は衰退期とし、一期から二期までが夏王朝、三期以降は院に入るとしている。2019年には、二里頭遺跡のそばに、 公栄の博物館、ニリア玉松と遺跡博物館が設立された。その名の通り、夏の都という名目で出土品や模型を展示している。ありがとうございます。